はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断法パプキットの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、後悔、ここに進行しました。まあ、この目的はドイツ軍の援助支援、まあ、そういう意味で進行したんですが、一部の空母と艦艇が傷ついた上に何隻か潜水艦と駆逐艦を失ってしまったので、まず傷ついた艦隊というものに関しては、この山口多門率いる第3艦隊になるんですけど、これねちょっと思ったんですけど、第3艦隊を丸ごと離脱させるのはちょっとどうなんだろうという気になっています。というのも今ですね、実はこの東地中海に残っているイギリス軍のこの艦隊を叩きたいんですけど、もしここに時間がかかったり負けたりするとイタリア近海のドイツが危ないなというふうに思ってるんですね。でもすでにアラビア海に戻してしまったので、このまま第3艦隊をまとめてインド洋に入れるのがいいのか、もしくは一旦この正規空母1隻と従順1隻を離脱させて、これらはインド洋で確かにドックで修理させるんですけど、残りの3正規空母、これは全然健在なんで、この3正規空母を使って、東地中海を盤石な体制で攻略する方がいいんじゃないかなと今ではちょっと思ってます。なので、少し無駄な動きをしてしまったということになるんですが、艦隊増強してですね、しっかりと艦載機これを増強して、その上で新編成で、これ第15艦隊という形にしてしまって、従順と空母1隻これをドック入りさせます。でドックでしっかり修理をしてもらう。で残った第3艦隊は航海に進行して、航海で、第4艦隊と合流、こういう形をね取っていこうかなというふうに思っています。で一方ですね、洋上基地型の空母、これがどこまで来てるかというと、マラッカまで来てますね。洋上基地型空母150機搭載できるんですが、今だと、まあ、フルフルに搭載をできていないというのがあるので、ここももう今のうちに増強しちゃいましょう。いや本当にこの二次型の洋上空母が到着したら戦局を一変させられるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、まずはねそれに期待をしていきたいなというところなんですけど、航空機の生産が全く間に合ってないんで、そこがね一番きついところですね。だから本当はドイツにアルミをやっぱ上げたいところなんですけど、そのドイツに上げるアルミがないっていうところなので、まあ空母の建造は一旦ここで終わりにして、残りはですね、まあ他の随伴艦を作っていこうかなというふうに思ってはいます。じゃあ洋上基地型の空母、これに防空艦をずらーっと並べていきます。で洋上基地型の空母はおそらくね、すぐに出来上がってくるんじゃないかなとは思うので、一旦この状態にします。洋上基地型の空母が12隻体制なのでもうちょっとかかるかな。戦艦の回、これは
まあ、高速戦艦みたいな位置づけで作ったものかな。いや、でもその割にはちょっと航行速度は遅いね。これはあれですね。空母艦隊、空母の護衛として作った海、長門型の戦艦になりますね。あとは海大和型武蔵。これがあと3種で完成。で、航空戦艦が2隻、伊豆と越前。これは本当に名前の通り、航空戦艦という形になっています。で、航空機は22機ですけど、これ、いわゆる艦載できるのは水蒸気なので、今作っている二次型のね、戦闘機とその派生機はちょっと乗せられないもの、遊びでちょっと作ったものですね。で、あとは洋上基地型の空母が1、2、3、4、5、6というところで、この後完成していきますね。では、もう一周ターンを送っていきます。連合軍がなんとかね、北海を守りき、あの、取ろうと再三攻撃を仕掛けてきてるので、ドーバー海峡も取れないでしょう。いや、ドイツの第一艦隊が壊滅したな。いやー、ここさ、巡洋舰艦全部失うの痛くないかいって感じするけどな。でもこうやって見ると、飛行場に航空機がむちゃくちゃ充実してますね、ドーバーは。いや、これはしんどいよね、おそらく。よし、航海取ったんで1万9000んで昇進するのか。おお、山本五十六さんが近藤さんに続いて遅ればせながらというところになりますけど、大将になって、南雲さんが中将になりましたね。じゃあ東地中海を奪取しにかかります。まず艦隊を動かしましょう、忘れないうちに。で、アラビア海まで来たんだ。いやー、本当だったら待ちたいぐらいだけどね。もうちょっと待ってる余裕はないので、この1週間を大事に使っていきましょう。さあ、では内政をちょっと忘れないうちにやっておきます。航空機はとりあえずは作れるものはないし、艦型もいいよね。技術開発は今回ちょっと逆に厚めに入れます。ここ2、3週間ちょっと薄めにしか入れられなかったんで。で、物資援助は、いやー、本当だったらね、鉄ではなくアルミをあげたいんだけど、アルミをあげる余裕がちょっと残念ながら本当にないので、まずは航空機ですね、生産していきます。これは2次の戦闘機、これも30機で、2次の護衛機、護衛機も数は欲しいんで、あとは2次の重爆だね。これでもうアルミがなくなりましたね、完全に。で、鉄とお金はあるんで、まあ、ちょっとこの後見直していくにせよですね、まずは艦隊、第8艦隊に正規空母2隻、あとは航空艦だな、やっぱ。これで第8艦隊は完全に陣容が固まったので、第8艦隊もイタリア近海へと派遣していきましょう。本当だったらね、改装してあげたいところなんですけどね。さあ、では少しお金に余裕が出てきているので、
まあ、空母ではなくて新しくね戦艦を作っていきましょう。やっぱり主砲だよね。これ46を53に、いやー53はまだ完成してないのか。となると待ってからやりたいよね。一旦待って53が完成したら超大和型ということで作っていきましょうか。なので今回は一旦これで防空艦と潜水艦を作って終わりにしていきましょう。まあ、潜水艦隊はね16隻体制にしてあげたいので、じゃあ潜水艦をね残り作っていきます。まあ、潜水艦隊が1個艦隊を成していればどっかで万々が一の大敗を受けた時に、まあ足止めができる、そういう戦力になってくれればいいかなというところですね。もちろんそういう状況を作らないのが一番だと思うので、心配なのがね、ちょっとドイツがね、まあちょっと不甲斐ない戦いをしているなというところがあるので、まあドイツが動きやすいようにイタリアまで制海権を解放していくというのが一番の狙いなので、洋上基地型の空母はもう用意しておく必要ないからな。かといって海大和型を作っておくのもちょっと微妙だしね。海大和側もう一隻建造しとく。そしたら越中とかできれば、さっきお話したように超大和型という戦艦を作って動かしていきたいので、今回はちょっと鉄もお金もセーブしておきましょう。では東地中海に、おっと入っていきたいところなんですけどね、ドーバーがどうしても硬いんだよね。きっとねドイツ軍も頑張ってドーバー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 って言ってるけど、まあドイツ軍がドーバーの方に戦力を集中できるように、まあこの東地中海をやっぱりしっかり取ってあげましょう。ただ空母の数は減ってますからね。南雲さんの正規空母1隻分減ってるんで、まあ、この後後ろに洋上基地型の空母が控えているとはいえですね、やっぱり空母1隻分、まあ、約80機ぐらいの航空戦力が足りないという状況になっているのは事実です。さて敵の艦隊発見。ここ注意しなきゃいけないのはもう潜水艦ですね。敵潜水艦が何隻か入り込んでいたはずなので、あとここはそれなりに敵の基地に航空機が配備されてるな。
工場をまず破壊していきたいところだよね。先に敵基地の攻撃をしていきたいけど、ここは艦隊の攻撃になっちゃうね、やっぱりどうしても。雷撃機の数が少ないのがここに来てどう響くかだな。やっぱりこの足の速いかつ小さい船体の小さい、駆逐艦軽巡、この辺りをいかに効率よく潰していくかってところだと思うんですけど、魚雷がね当たれば、まあ、一撃二撃というところで破壊はできるかなと思うんですが、駆逐艦部隊、軽巡部隊、これは一応撃破したはずですね。敵の方からただ爆撃機が飛んできてるな。これ直面でほぼほぼ撃ち落としてくれればいいんだけど。まあ、直縁もそれなりに数はね、今ご覧のようにずらり飛ばしてはいるんで、あとは本当に直縁が連れ出されないことが重要ですね。直縁がやっぱり味方の艦隊の防空ではなくて敵の航空機に釣られて外に出ちゃうと一気にガラガラになっちゃうんでね。で味方は重爆、足の遅い爆撃機で航続距離の長いものを採用してるんで、どうしても敵の直縁機に狙われると消耗が激しくなる。さあ爆撃機が、敵の爆撃機が飛んでくるんで、この爆撃機を確実に排除したいところだけど、味方の直縁がしっかりこれをね排除してくれればいいんだけどね。よし、撃ち落としたね敵の爆撃機で潜水艦か。これは見るからにちょっと傷ついた駆逐艦ぐらいには見えるけど、もしかしたら巡洋艦クラスかもしれないですね、船体の大きさ的には。いや駆逐艦だな。いや空母がちょっと敵の攻撃にさらされることだけは避けてくれ。ちょっと今団子になってるのが良くないね。空母が守られてればよしとしましょうか。いやこれ本当に潜水艦部隊とこの駆逐艦部隊の突入のタイミングがもし重なってたりすると
損害が広がってた可能性がありますね。幸いにもタイミングがちょっとずれてくれたおかげで大きな混乱はないまま撃退ができそうですね。よし、そしたら第一艦隊第二艦隊、これは敵の陣深くまで進行していきます。まだいるんだよね。そういう意味で言うと敵の潜水艦が何隻かは、数的には。了解了解、航空隊発艦、航空隊発艦、航空隊発艦、敵の艦隊発見。空母がいるじゃないか、よく見ると。そうか、前回航海で取り逃した軽空母、これがいるはずだったんですね。ちょっと迂闊だったな。第5艦隊が駆逐艦遺跡やられて、軽空母王将が大破して撤退なので、ちょっと艦隊としての維持が難しくなってきましたね。第5艦隊が、お、最後駆逐艦からの砲撃で敵の全艦撃沈したんじゃない？今駆逐艦青い、多分青いからの攻撃が最後刺さったっぽいですね。青いはなんとかこれ生き延びてほしいな。そうなると青いが沈没したか。戦艦を沈めた。
攻勢機関であった。さてと、これでまだ終わらないか。どっかに潜んでるな、敵の艦隊が。敵の飛行場を全て破壊済みなので、あとは敵の艦隊がどっかに潜んでるはずなので、3日目、これを使って索敵していきましょう。まあ、あの戦力的にはイギリス軍もボロボロのはずなので、もうおそらく揚陸艦とかがね離脱してどっかに潜んでるんじゃないかなと思うんですが。発見した？では、あ、逃げようとしてるな。このまま逃げるんだったら逃げるんでもいいんだけどね。ちょっと夜明けまでにこの駆逐艦2隻で敵を沈めるのは難しいかな。あ、揚陸艦2隻なんで沈められましたね。味方は駆逐艦が2隻、第5艦隊から撃沈、第4艦隊からも駆逐艦1隻が撃沈ですね。一方イギリス軍の第2、第7、第15、この3個艦隊は完全に壊滅させましたというところになります。防空巡洋艦がこれで作れるようになりますね。さらに航空戦艦2隻、正規空母、洋上基地型が2隻で、駆逐艦、潜水艦に、揚陸艦というところで戦力的にだいぶ整ってきたかなという印象があります。これでねイタリアがだいぶ楽になるんじゃないかな。ドイツの方はねもう艦隊が多分ボロボロだと思うんですよね。ドイツは第一艦隊、これが正規空母ロドウル。正規空母って言っても43隻しかね搭載できないからな、これ見るとね。で第4艦隊はボロボロだしね。いや、もう一気にね、ドイツを助けてあげたいところなんですが、じゃあまずはやることだけやっておきましょう。で技術開発はまた厚めに入れていきます。で、航空機の生産なんですが、今回はどうだろうな。やっぱ重爆、重爆は消耗が激しいんで重爆を作っていきましょう。で、その上でまずは艦隊を作っていきます。バランスは良さそうだな、この艦隊はね。これを第10艦隊として新設していきます。で、地中海の方からは、まず第5艦隊ね、これと第3艦隊を合わせちゃいましょう。もう第5艦隊を第5艦隊として維持させるのが不可能になってきてるので一緒にしちゃいます。でその上で一旦マダガスカルまで行って回復しましょう。でインド洋に入っているこの艦隊もマダガスカルで直しますと。ちょっと無駄な動きになっちゃいますけどね。
で、洋上基地型の空母がいるので、これが次回、戻れるはず。ということで、この第4艦隊もマダガスカルに一旦入りましょう。で、駆動要なんですが、公海にいる、この洋上基地型空母を東地中海で一旦止め置きましょう。これで艦隊としては、大丈夫かな。じゃあ、作っていく艦艇ですね。これはもうさっき作った防空巡洋艦ですね。防空重巡洋艦かな。防空巡洋艦は軽巡をベースに作ってたんですが、ここはもうより耐久の高い、より武装が充実している巡洋艦にします。まあ、本来巡洋艦で、ね、ある程度の足の速さが求められるじゃないかなというところもあるんですけど、もうここは完全に対空攻撃に特化した、そういったものに仕上げていきましょう。これでお金がなくなったか。では次回はですね、まずは東地中海、ここに敵の残存艦隊はいないと思うんですが、東地中海に基地型洋上空母を一旦入れます。で、基地型洋上空母はここからですね、ジブラルタルあるいはドーバー、この辺りに攻め込んでいこうかなというところと、今の戦いで傷ついた艦艇はマダガスカルで、一旦回復で、そろそろ本当に危ないかなと思うのが、アメリカ軍がね、戦力をだいぶ回復してきているんじゃないかなと思うので、メキシコの方にも艦隊をそろそろ増強していきたいかなというふうに思っています。では、じゃあ、一旦今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。